はい、今回の金コロはね、大引きゲージのサインカードです。はい、BBM2008 のカードということでね、もうこれ何年前だ ?14 年前のカードということでね、まあなかなか歴史を感じるようなカードですね。はい、大引きゲージ知ってますか皆さん。神の申し子ゲージと呼ばれていた大引きゲージです。応援歌がね、めちゃくちゃかっこいいのでぜひ一回聞いてみてください。神の申し子大引きゲージ。はい、大引きはね、ショートも持っていてですね、90シリということでね、こちら。大引きね、僕はあれですね、プロスピーでよく使ってました。2位になった時のね、オリックスが。オリックスが2位になった時のプロスピーでね、セカンド後藤光隆、サードがラロッカ、ショート大引きでね、ちょっと内野を固めるためにね、起用したりしてましたね。晩年はね、ヤクルトに行って、最後ね、まあキャリアの最後、優勝をね、経験できたんで、デニングと一緒にね、優勝できたんで、よかったんじゃないでしょうか。